はい、受講者の皆さんお疲れ様です。株式会社ストーリーノートの藤沢と申します。本日ですが、未成熟ジャンル ARG 代替現実ゲームへの挑戦プロジェクトコールドにおける事例という題目で、今日はお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介だけさせていただきます。私藤沢と申します。シナリオ制作会社ストーリーノートの代表を務めております。またミクシーで次世代エンターテインメント室の室長を務めております。代表作は一番キャリアとして大きかったところは、もともとスクウェアエニックスにおりまして、ドラゴンクエストシリーズのディレクターをやっていたというのが一番長かったかなと思います。そしてあと預言者育成学園フォーチュンテラーズアカデミーというもののプロデューサーを経て、今日お話をするプロジェクトコールドシリーズの総監督を務めております。よろしくお願いいたします。本日のお話をする内容なんですが、大まかに分けて4つです。まず ARG についての解説、プロジェクトコールドの説明、大規模 ARG を通じて得られた知見、考察系コンテンツについての余談という、4つぐらいのテーマにわたってお話をしていければと思ってます。まず最初になんですが、セントラルクエスチョンというものを設定しています。セントラルクエスチョンというのは何かというと、これシナリオを作る時の用語なんですが、物語全体を通じて一番言いたい主題というか問いかけですね、一番大切な問いかけみたいなもののことをセントラルクエスチョンというのがありまして、私もともとシナリオライターなものですから、こういったセッションにおいてもセントラルクエスチョンというのをまず設定したいと思います。今回のタイトル、未成熟ジャンルへの挑戦ということになっています。挑戦というからには、なんで挑戦するのかと、なんで挑戦が必要なのかということを今日のセッションを通じてお話ししていく中で、最後にお答えするという形で進めていければと思っています。ちなみに本日なんですが、皆さんから質問をいただければ最後余った時間でお答えする時間にできればなと思っておりますので、何か途中で気づいたことなどあれば寄せていただければ、お答えできるものはお答えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速です。まず ARG についての解説からいきます。今回プロジェクトコールドというタイトルは、ARG というジャンルに含まれるんですが、正直に申しまして、僕はプロジェクトコールドが ARG だっていうことをあんまり意識してなくてですね、終わってから、あ、そっか、これ ARG って言うんだみたいな感じだったので、 ARG についての知見がものすごくある人間ではありません。なのでここはちょっと素直に一緒に勉強するつもりで、 Wikipedia からいろいろ引用してまいりましたので、より詳しく見たいという方はどうぞこちらのQR コードから Wikipedia の方も見ていただければなと思います。まず ARG とは何かというと、オルタネイトリアリティゲーム、代替現実ゲームと日本語ではそういうふうに言われています。始まりは2001年、スティーブン・スピルバーグ監督の映画 AI のプロモーションのために実施された、ザ・ビーストという企画が世界初と言われているそうです。その ARG ってのはそもそも何なのか、代替現実ゲームという言葉もちょっと抽象的で何を言っているのかが分かりづらいので、これもウィキから素直に参照してきたんですが、書いてあったことはこんなことでした。日常生活をゲームの一部として取り込んでいる、プレイヤーの行動によってリアルタイムに展開が変化するインタラクティブ性を備えている、プレイヤー同士がコミュニケーションを取ることでゲームが進行する、インターネット、テレビ、ラジオなど様々なプラットフォームを通じたクロスメディア展開を行う、断片的な情報が少しずつ判明していくことで一つの大きなストーリーが徐々に明らかになっていく、プレイヤーへ与えられた謎解きやミッションを解決することでゲームが進行すると、定義というには随分いろんなことが書いてあって、 ARG って何なのかっていうことは実は簡単な言葉で定義できるものではなくて、まだまだ ARG って何なのかっていうところが、なんていうんですかね、輪郭がぼんやりしている世界で、こういったこと書いてあるんですけれども、この一つ一つ確かにそれも ARG だなとは言えるんですけれども、これが ARG だという定義は今のところ存在していないというのが現状なのかなと思っています。ただそれも何なので、作った責任もあるので、自分なりに ARG って何なのかということを定義付けすると、こういう言葉になるのかなと思います。仮想と現実の境界線を行き来する物語であるというのが私が考えている ARG ですと書いては見たものの、全然わかんないなと思って、仮想と現実の境界線を行き来する物語ってどんなもんなんだろうっていうのがちょっとあまりにもわからなかったので、ここはミッドジャーニー先生に書いてもらうことにしてですね、書いてもらったところこんな絵ができました。多分ですね、手前側の本が並んでるところが現実の世界で、向こうのこう、なんていうんですかね、霧にかかっている世界が仮想の世界で、多分この男の人がそこを引きするんだろうな、みたいな。ミッドジャーニー先生は何でも書いてくれてすごいなと思ったので、せっかくなので、ステーブルディフュージョン先生にも書いてもらったところ、こういう抽象的な絵が出てきましたというところです。
はい、では説明に戻りまして、仮想と現実の境界線っていうのがどういうものなのかっていうところをもうちょっと詳しくお話ししようと思うんですが、これ実は言葉があります。これ演劇の世界では第四の壁という言葉で、言われています。まあ、第四の壁って何なのかというと、皆さんお芝居見に行ったことあると思うんですけれども、舞台の上と客席の間ってまあこう幕というか鈍調で仕切られてるじゃないですか。でこれ鈍調はまあ物理的な仕切りなんですけれども、実は舞台の上はお芝居を演じる仮想の世界で、客席はそれを見ている現実の世界で、ここに仮想と現実の境界線、概念上の壁があるんですね。この壁のことを第四の壁という言い方をします。そして、その壁というものがあるとですね、人間というのはすぐ壁を越えたがるものでして、その第四の壁を超越する場面や手法というのがありまして、これにもまた名前がついています。これのことをラビットホールと言います。なんでラビットホールというのかというと、不思議の国のアリスで、アリスがウサギの穴から不思議の国に迷い込んでしまうというところがあるので、ウサギの穴、ラビットホール、つまり現実と仮想を超えるポイントのことをラビットホールという言い方をします。そしてこのラビットホールをどのように設計するかというデザインについてなんですが、これはもう私の考えていることですが、ラビットホールをどうデザインするのかということが、もう極めて ARG をデザインすることと同義であると、ニアリーイコールであるというように思っています。おそらくそう言われると見たことないやって思われる方が大半なのかもしれないんですが、実は結構あります。最も単純な手法で言うと、ゲームキャラがゲームの中の存在だと思ってたのに、突然プレイヤーである自分に語りかけてくる。こんなゲーム見たことないですか？実はこれ昔からあります。タイトルを挙げて一つ言うと、たけしの挑戦状とか、若い人絶対知らないと思うんですけど、ファミリーコンピューターのたけしの挑戦状っていうゲームがあって、エンディングが終わった後に一定時間放置しておくと、こんなゲームにマジになっちゃってどうすんのみたいな、なんか煽ってくる文章が出て、その急にそのゲームの中の人物が自分に語りかけてくるみたいな手法っていうのは、実はかなり古くからいろんな場面で使われているものです。ただ実はこの手法を、メタ的な手法っていう言い方もあると思うんですけれども、むしろ近年増えています。ゲームキャラクターがゲームの中のキャラクターだと思っていたら、今配信してるでしょみたいなことを言ってくるみたいな、そういう手法はむしろ、最近になってどんどん増えてきていたりはします。ただこれはとっても分かりやすい単純な手法なんですが、かたや優れた手法というのがどういうものなのかというと、現実なのか仮想なのか、これどっちの話をしてるんだろうっていうことが分かりづらい状態で視聴者を導いていく物語の展開というのが優れた手法なのではないかと私は思っています。なので今回プロジェクトコールドが目指した方向というのは、この単純な手法の方ではなくて、優れた手法の方を目指して設計をいたしました。ではプロジェクトコールドっていうのは一体どういうものだったのか、もしかするとご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、知らない方が多いと思いますので、ちょっと順を追って丁寧に説明をさせていただければと思います。まず最初に動画を一本見ていただきたいと思います。新旧新旧こちらバイナリシティ、僕たちは未来の世界からある目的のために過去の未解決事件を解決している。どうか力を貸してほしい。頼れるのは本当に君たちだけだ。文化祭に向けて都まんじゅうというバンドを作りました。ニヤマン、おー、自信はあります。頑張らせていただきます。ナナのファンになりましょう。応援してくれるような人がいたらとっても嬉しいです。おとといの夜、その光が死にました。光が自殺なんてするはずがないんです。フォローされると死んだし、なんで人が死ぬなんてあるわけないでしょ。私たちを助けてください。元気でね。そのままじゃ殺されちゃった。あんたが私とリアとイチゴを殺したんでしょ。一生懸命練習した曲、彼女たちの命を救いたい。動画のコメントでもツイッターでもどっちでもいい。分かる人は教えてくれ。急いで弾丸装填完了、頼むぞ。どうしても解決できないトラブルが起きたとき、僕たちはすぐ近くにいる。また会うだろう。その日までさよなら。
ちらの動画なんですが、プロジェクトコールドというのはこれまでに大きく分けると2つのタイミングで実施していまして、今年の3月に第2弾バージョン 1.8 という言い方をしたんですけれども、こちらを始めるときにその前のバージョン1を振り返って作られたダイジェストの映像となっています。では実際にそのバージョン1プロジェクトコールド1がどういったことをやったのかということについてお話をしていきたいと思います。まずは2020年11月1日なのでもう2年近く前の話になります。 YouTube にミヤマンチャンネルというチャンネルが作られて、佐久間光というキャラクターの自己紹介動画がアップされます。こちらご覧いただきたいと思います。抜粋なので短いです。皆さんはじめまして、こんにちは。私、佐久間光って言います。神奈川県平塚市に住んでいる高校3年生です。たくさんの人に私や友達のことを知ってもらいたくて YouTube チャンネルを作っちゃいました。イエイ。まずは私の自己紹介からしていきたいと思います。はい、抜粋なのでここで切っておりますが、こういった自己紹介動画がアップされます。その後、2020年11月2日から11月22日にかけて全部で6人のメンバーの自己紹介動画が、続々とアップされていきます。彼女たちは、11月23日の文化祭のステージに向けて猛練習中の、神奈川県平塚市在住文化祭実行委員系ガールズバンド都まんじゅうというバンドです。なんで都まんじゅうなのかというと、彼女たちが住んでいる平塚の名物でして、平塚名物都まんじゅうというのが彼女たちの名前です。はい、そして彼女たちなんですが、それぞれ自分のツイッターアカウントを持っていて、実際の練習の様子であるとか日常生活などを実際に我々が生きている時間軸と同じ時間軸でツイートをしていきます。現実世界の自分たちと同じ時間軸で生活をしているということがこのツイッターから伺い知れるというようになっています。ただ先ほどの佐久間光の自己紹介動画を見ていただいて、気づいていただけた方もいらっしゃると思うんですけれども、自己紹介動画は6人分上がってるんですが、それぞれ謎のノイズが入っています。このノイズが何なのかということなんですが、実は映像をコマ送りしてノイズの入るタイミングを見ていくと、長いパターンと短いパターンという2種類に分かれていて、これがちょうどモールス信号のツートンツートンという形に変換ができまして、それを全部並べて解読をしていくとこんなメッセージになります。彼女たちを死なせるなと。このことを実際にこの都まんじゅうっていうのを見てくれていた人がちゃんと解読して気づいてくれて、これは一体どういうことなんだろうということで一度ざわっとしたりしました。ただとはいえ、彼女たちを死なせるなとは言われても、この時点で視聴者にどういう関与ができるのか具体的に示されていない状態です。そして、文化祭当日である11月23日を迎えました。文化祭当日には彼女たちは、ステージでの、コンサートは無事に成功して、ああ終わった終わったという盛り上がったツイートがされていました。そしてその5日後です。11月28日、佐久間光の死去を伝える母親のツイートがされます。彼女たちを死なせるなという言葉と裏腹に、佐久間光は、亡くなってしまいます。そしてその翌日、2020年11月29日、私たちを助けてくださいというタイトルの付けられた動画がアップされます。こちらの動画も、抜粋ですが、ちょっと見ていただきたいと思います。一昨日の夜、その光が死にました。人気のない農道に一本だけ立ってる木で冷たくなっているのが昨日の朝見つかりました。警察が現場検証したんですが、光のお母さんの話だと光は自殺だったそうです。だけど違うんです。そんなはずない！光が自殺なんてするはずがないんです！はい、ちょっと短かったですけれども、こういった動画がアップされます。光の死は自殺ではなく呪いによるもの、彼女たちはその呪いは自分たちにも降りかかっていると訴えてきます。そして呪いを解くための鍵としてある暗号の解読を視聴者に求めてきます。これ以降 YouTube、Twitter、リアルサイトなど、様々なメディアに情報が展開され、物語は少しずつ進行していくということになります。
ここで書かれているリアルサイトっていうのがどういったものだったのかを持ってきましたので、こちらざっくりと見ていただこうと思います。こちらは六線ヶ丘高等学校のホームページです。これは彼女たちが通っている高校のサイトということになります。そしてこれは今岡オカルトクラブというちょっと不思議な事件が起こった時にその情報をまとめているまとめサイトみたいなものです。そしてこちらが劇団赤熊というこの物語中に出てくる劇団なんですけれども、こういったものは本当にそういう劇団があるんじゃないかと見まごうばかりにちゃんと作り込んだサイトが用意されていて、こういったところで展開される情報からどうやって彼女たちを助けていくのかというところを探っていくというのが物語の展開となっています。しかし彼女たちは一人また一人と命を失っていき、最終的には全員が亡くなってしまうというところにたどり着いてしまいます。その後なんですが、ここの真ん中にいる一人の少年、名前はイオリ・ハートフィールドっていうんですけれども、彼の登場によってこの事件は根本から書き換えられていくというか、やり直しがされていって、彼女たちを救っていくというのが、プロジェクトコールドというタイトルがやった、全体のあらましということになります。詳しくは動画も残っておりますので、見てみたいという方はぜひ辿ってみていただければ、どういうことをやっていたのかなんとなくわかると思いますので、ご覧いただければと思います。そしてプロジェクトコールドの説明としては、こちらが最後のページになるんですが、これまで3つの事件を取り扱ってきました。事件ごとにケースなんとかっていう数字がつくんですが、さっきお話をしたのがケース613という、これが2020年11月1日から翌年の2月7日まで3ヶ月ちょっとやった企画でした。これが最初の1だったのですが、この1の中でもう一つはVケットっていう VR 空間でのイベントがあるんですけれども、そこのイベントの中でも一つ事件の解決があって、これが12月19日から1月10日っていう短い期間でやったというのが一つあり、そこから1年を経て、今年の3月16日から3月31日、こっちは本当に2週間ぐらいで一気に駆け抜けるような短期間のものだったんですけれども、ケース633、プロジェクトコールド 1.8、ちょっと2というほどではなかったので、2は2と別にやりたかったので、これは 1.8 というように銘を打ってやったという、この以上3作がプロジェクトコールドが実際に実施した3本ということになります。じゃあ、実際にそのやってみた結果はどうだったのかということについても少しお話をしたいと思います。これ3本やってはいるんですけど、特に一番最初のケース613における成果についてお話をしたいと思います。このプロジェクトなんですが、プロジェクト性格上というのもあるんですけども、プロモーションとかがないんですね。なので急に始まるんですけれども、そういったほとんどプロモーションのない完全新規のコンテンツでありながら、開始直後から目覚ましい勢いで認知が拡大しました。開始2ヶ月後にプレミア公開された第5話都饅頭のみんなへは、プレミア公開なのでみんなが同じ時間に見るという仕組みだったんですが、同時接続者数が1万人を突破して YouTube の中でも急上昇動画みたいなものにピックアップされるような状況でした。もう少し具体的な数字を見ていくと、これもケース613が終わった時点ですので今もうちょっと数字増えてはいるんですが、 Twitter は公式アカウント4万4000フォロワー、総ファンツイート数10万件、総インプレッション数は1億5000万件、総リプライ数5万1000件、YouTube はチャンネル登録者数3万6000、総再生時間9万時間、本編平均再生数は15万再生、総視聴回数は146万回、最大同時接続者数は1万人超えでした。総ユニーク視聴者数は40万人と。いう、かなり初めてやったこのゲームなのか何なのかもわからない試みとしては少々できすぎと言ってもいいぐらいの数字が出たと思っています。ちなみになんですが、多少僭越なお話ではあるんですけれども、この企画は藤沢、私が監督をやっているということは本当に最後まで伏せたままやりました。というのは藤沢がやっているというと多少なりとも興味を持っていただける方もいらっしゃるとは思ったんですが、あえてそうではなくて作品そのものが持っている力でどれぐらいのスコアが出るのかというのを私自身も見たかったというのがあったので、そこは隠した上でこういった数字が出たということは作品には力があったのかなというように思っております。